亀崎駅は、愛知県半田市、亀崎時和町にある、東海旅客鉄道竹豊線の駅である。駅番号は C 05、CE05。大府駅と竹豊駅を結ぶ竹豊線の中間駅に、当たる駅である。愛知県下で、最初の鉄道である、竹豊線の開通に合わせ、1886年に、開業した駅の一つでもある。 駅の施設の内駅舎は、開業当時から残る、日本最古の現役駅舎として、同線半田駅の、日本最古の現役古線橋とともに、多くの鉄道関連の書物にも紹介されている。ただし、現在の駅舎は一度消失して、開業当時からのものではないという意見もある。半田市北東部の亀崎地区に位置する。竹と予選には、 起点のオーフ駅を除いて9カ所駅が設置されているが、競合する名鉄が当駅付近まで来ていないこともあって、乗車辞任ベースで利用客が最も多い。1912年8月の亀崎駅、亀崎駅駅舎にある建物資産表。M19 年の表示がある。駅舎と2014年新設されたエレベータ付き古線橋、亀崎駅の駅舎は、 しばしば、日本最古の現役駅舎と紹介される。当駅舎を、現存最古と紹介する説は、日本国有鉄道停車場一覧昭和60年6月1日現在、にある、開通と同時に建築された、国鉄最古の駅舎が、最古のものと見られ、以来、M19 年1月1月と記された、建物資産表の表示から当駅舎を最古と、紹介する文献は多い。 しかし、明治期に、国有鉄道を運営していた、低新省鉄道局がまとめた、鉄道局年報の明治27年度版には、当年度3月7日、亀崎停車場ホ屋及び、駅長官舎並付属建物火災にリリタルを持って、直に、野家屋建物を、設家一時の急に、当たるしたりとあり、1895年3月7日に、 亀崎駅にて火災があったとしている。また、翌年度の鉄道局年報には消失した本屋と駅長官舎を再建したとの旨が記載されている。建物資産表の表示年は、実際の春光年と異なることが多くあり、同駅に関しても、消失の一件が建物資産表に反映されていない可能性がある。駅舎消失が事実なら、 香川県の全員通事駅の駅舎が1889年地区のため、当駅の現役最古説には疑問が残る。ただし、消失したのは、感謝だけではないかとする地元住民からの証言もあり、火災翌日の不送新聞には、亀崎停車場感謝の消失の見出しで、昨午前2時半感謝より発火し全庫消失し、合わせて、電信機械を、 消失と報じられている。また、亀崎町発行の亀崎市には、停車場感謝の前哨と記され、いずれも感謝が消失したことを強調している。現在、竹豊線には貨物を取り扱う駅は存在しないが、かつては一部の駅で実施していた。亀崎駅もその駅の一つである。亀崎駅の貨物営業は、 1886年の駅開業時に開始され、1975年の木沼臨海鉄道ハンダ線の開業に合わせて廃止された。末期はシャ使い貨物のみを取り扱っていた。亀崎駅には駅北東に工場を構える美の養業の専用線が接続していた。1970年の専用線一覧表によれば、 同社専用線は作業キロ、総延長キロともに0 1キロメートルである。また、駅構内から、同社工場まで施設軌道が、竹戸用線に沿って付設されていた時期もあったが、トラックに切り替えられて廃止された。取り扱う貨物には、身の用業の製品である、耐火レンガや、その原料の鉱石があった。島式ホーム一面二線の地上駅。 交換駅であり、単線の竹と用線で列車の交換が可能な駅の一つ。駅舎は、構内東側に設置され、ホームとは一番線をまたぐ、古線橋でつながる。オーフ駅管理の無人駅。かつては、業務委託の駅員が配置されている、有人駅で、JR 全線切符売り場も設置されていたが、JR 東海は2013年10月1日より、 当駅を含む6駅について、集中旅客サービスシステムを導入し、自動券売機、自動改札機を整備した上で、遠隔案内によって一括的に管理されるようになり、無人化された。かつては駅舎に直結したホームがあり、その後が残る。愛知県統計年間及び、北半島の統計によれば、1日平均の乗車人員は以下の通りであった。 1950年度から1975年度までの貨物の取り扱い量と1972年度から1983年度までの荷物の取り扱い量は以下の表に示す通りに推移していた。亀崎駅には全列車が停車する。また、2018年3月のダイヤ改正まで運行されていた快速列車も停車した。かつては、 地下バスにより、地下ハンダ駅や県車前を経て、三河高浜駅に行くバスが運行されていたが、三河高浜駅が廃止された後、ハンダ市内の区間も、地区路線バスに再編されて廃止された。正確には、建築当時から、同じ場所にある古選橋としては、JR 最古。詳細は、ハンダ駅の記事を参照。例えば、ひ見線伏木駅,駅駅舎は、 明治33年の建物資産表が存在するが、駅舎は昭和3年に改築が行われ、さらに火災で消失している。東海道本線木曽川駅旧駅舎は、M19 年6月の建物資産表が存在したが、明治24年の農美地震で全開している。詳細は各駅の記事を参照。昭和45年版の全国線用線一覧表。 ハット AB 駅構内の案内表記。これらは JR 東海公式サイトの各駅の時刻表で参照可能。ありがとうございます。